えのいない町、この理想に近い町が私たちの周りにいくつかあります。今日はその一つ大久保町をご紹介しましょう。戸数270戸のこの町は、そのほとんどが農業を営む純農業地帯です。このためそれぞれの家庭には堆肥小屋や畜舎などがあり、蚊帳灰に悩まされていました。今から2年ほど前、環境衛生モデル地区として指定されたのをきっかけに、自治会長さんをはじめ全町民が協力して環境衛生の改善に乗り出しました。町内の一斉清掃日を決めて、ため池やドブの清掃をはじめ、薬剤散布による害虫の駆除に心がけてきました。しかし、徹底した害虫駆除を望む町の人々は、市の衛生課と相談して浸石高度法という新しい方法を実施しました。では皆さんにこの浸石高度の作り方を説明しましょう。材料は高度として、細長い布切れや縄、テープなど吊り下げやすいものを用意します。次にダイアジノンという薬を5倍から10倍に薄めます。この薬の中に高度を浸して薬が垂れない程度に絞ります。これで出来上がりです。この大久保町では隣組が一つの単位となり、まとまって行っています。この高度の効き目は1ヶ月ぐらいありますので、月に一度ダイアジノン液に浸せばよいのです。こうして毎月繰り返し行い、1年間の費用は250円ぐらいで済むそうです。この方法は非常に効果を上げ、今年の夏は蚊帳いらずで過ごしたそうです。また家畜類も太り、鶏も卵をよく産むようになりました。しかし、この高度法は成虫の駆除には役立ちますが、地面の中にいる幼虫には効果がありません。地面の下にいる幼虫は土を掘り返してリンデ乳剤をまくとか、火で焼き払うようにします。蚊帳灰の撲滅運動は、町が一つになってみんなで始めてこそ大きな効果が上がるものです。もちろんこの高度法は単独でおやりになっても効果はあります。しかし、大久保町の例でもお分かりのように、町全体が協力し合ったことが成果を上げた原因です。市の衛生課では、町ごとにまとまれば薬の斡旋やその地区に適した害虫駆除の方法をご指導いたします。自治会長さんとご相談になり、ぜひご利用ください。私たちの日常の健康を守ってくれる厚生制度に、国民健康保険制度があります。市では庁舎の3階にある国民健康保険課でこの仕事を行っています。この課には2人の保健婦さんがいて、皆さんの健康を守る仕事をしています。ぎっしりと詰まった日程表、この日程は健康相談から始められます。保健医とともに各地を巡回して行っているこの無料健康相談は、どなたでもお気軽に利用できます。育児の相談から病後の療養方法、血圧の測定と健康を守るための指導が続きます。一人一人丹念に診察するお医者さん、この診断により保健指導を必要とする人々について、医者は保健婦に指示を与えます。こうして作られた指導カードは、大きな書類整理箱に分類保存されています。この指導カードによって保健婦の巡回日程が決められます。これから2人の保健婦さんの後を追って巡回してみましょう。赤いオートバイは保健婦さんの大切な足となって、
222平方キロメートルの浜松市の南の端から北の端まで走り回ります。弱かったこの赤ちゃんもお母さんや保健婦さんの努力ですくすくと大きくなりました。このほか高血圧予防や結核予防、婦人学級を対象にする家族計画指導などたくさんの保健活動があります。全国的に乳児の死亡率がぐっと減ってきたのもこの事業に尽くした保健婦の力が大きいことを物語っています。妊産婦や乳児には母子手帳の発行と同時に保健婦の働きが始まります。そして妊産婦の指導に引き続き乳児保健、未熟児の指導と果てしもなく仕事は広がっていくのです。辛いことも悲しいことも忙しい一日の仕事のうちに消え、瞬く間に一週間は過ぎてゆきます。しかし元気になった人や家族の人たちの明るい笑顔は彼女たちにとって大きな喜びであり力の支えとなっています。雨の日も風の日も活動し続ける保健婦さんたちの仕事は明るい市民生活建設の影の力として大きな役割を果たしていくことでしょう。35年度全国高校バレーボール女子選手権大会が8月3日から7日まで市営野口コートに全国から55校が集まって繰り広げられました。遠く沖縄からも参加しています。この野口コートは前年の国体を記念して作られたもので市の誇る体育施設の一つです。学生らしい真剣なプレーに応援団も力が入り、スタンドの観衆も暑さを忘れて拍手を送っていました。地元の強豪西遠高校も前線及ばず、豊橋東高校が4度目の輝かしい優勝を遂げ、好天に恵まれた大会の幕を閉じました。夏休みを利用して体の弱い小中学校の指導を鍛錬する目的で毎年開かれる浜松市の臨海学舎が今年も弁天島で開かれました。規則正しい生活を身につけるため毎日の時間割が掲示されています。付き添いの先生による学習指導、養護教員による体重の測定は毎日きちんと行われています。近くにある水産試験場や水族館も見学しました。栄養たっぷりに作られた食事は全部きれいに平らげます。こうして規則正しい生活を送ったわずか4日間の共同生活ではありますが、体重も増えました。真っ黒に日焼けした子どもたちはよその学校の生徒たちとも仲良しになり、
楽しい夏休みを過ごしました。今度新しく消防本部に新型の救急車がお目見えしました。年々増える救急活動に対して性能の良い車を装備したいとの念願が実現したものです。車は中型車ですが、怪我人2人を収容するほか、酸素吸入器や救命部位、耐火服などが備えられています。また救急手当法など特別に訓練された隊員が配属されています。しかし、いくら性能の良い車でもあまり利用したくないものです。私たちは日頃の交通にはスピード8分で注意十分の安全運転を心がけましょう。